はい、とりあえず水鳥ステーションね、どこですかね。あった。よし、じゃあ押しに行きましょう。よいしょよいしょ。ですね、もらいました。晴天ですね。暑い。マスクしてるからより暑い。まあとりあえずあんまりね渋滞とかしてなくて走れてるんでね、バイク乗ってる間は涼しいんですけどね、マスクして降りるとすっごい暑い。よし、じゃあ行きましょう。はい、今ねこの水鳥ステーション到着しまして、チェックインハンコももらいました。じゃあ次ね行きますよ。次はこれですね、浅井三姉妹の里かな。これ行って次伊吹の里、まあ伊吹山の方ですね、こっちの方行こうと思います。まあいいペースでねちょんちょんちょんと行けてるので全部同じくらいの距離ですね。こういう風に回ろうと思います。こうね、うん、はい、とりあえずじゃあナビをセットしましょう。メニュー登録地、これですね、目的地設定。よいしょ、じゃあ案内開始。よし、じゃあ行きましょうか。これは右ですか？戻るんかな？そうなの？まあルートは合ってますけど、戻るの？山の方でしたもんね。なんか来た道戻るのもなんかもったいない。もったいないっていうか、ちょっとだけか。ね、せっかくねこう琵琶湖沿いを来てるんで、なんかこう琵琶湖を見ながら走りたいですよね、できれば。まあでも琵琶湖沿いの道はそれは当然ね交通量も多くなるから多分混むんでしょうけど。涼しいな。これもう曲がんのか？これ曲がんの？
ナビ行きない曲がれとか言われるんでね、ちょっと。よいしょ。なんか、どっち？これ左か。なんかえらい道案内されてますけどね。大丈夫かな？思いっきりなんか地元道でしょこれ。まあいいか、とりあえずね、ぼちぼち行きましょうか。まあゆっくり行ってるんで、なんかシールドも開けたままでいいかな、暑いし。このまままっすぐでいいのかな。行く道なかったの？さっき言ってたのそこら辺だと思うんですけど、このナビもね、なんか時々ね、ちょっとなんかよくわからない通り方をするんですよね。若干遠回り気味というか。今の人は地元だったのかな、ツーリングか、ちょっといまいち微妙なとこでしたけど。まあちょっと到着前時間もあるんでね、また着きそうになったらカメラ回そうと思います。ではでは。はい、まだもうちょっと、まあ言ってももうすぐ着くとは思うんですけど、ちょっと今ちょうど家が出てきちゃったな。畑一面でね、伊吹山がね、遠くの方ですけどね、見えますかね、あれ伊吹山でしょう。おー、綺麗だね。風が、あの斜め右向こうくらいね、見えてるのが多分伊吹山ですね、あれね。あそこまで行かないですけど、あの道の駅がね、あの山麓あたりに多分あるんでしょうね。そこまでは行きます。いやいや、上の方は多分あれ雨降ってるのかな、雲かかってますよね。はい、ここら辺でもこの横にこんな棒が立ってるってことは雪降るんですかね。信号も縦長になってますしね。冬場にこっちの方まで来るっていうことがないので、よいしょ。まあまあ、ちょっともうちょっとかな。なんかね、ちょっとナビがね、本当にマニアックな道路を指定してくるんでね、ちょっとなんか村みたいなとこを通ったりねしながら行ってますけど。ではでは、とりあえず、まあ、ぼちぼち行きます。もう道の駅まで 2.8 キロ。ね、あとちょっとになりました。伊吹山も結構近くなってきましたですね。天気はね、まあ、雲が結構出てきましたかね。さっきまでまあ、本当に快晴だったんですけど、ちょっと雲が多くなってきました。天気予報では多分、雨までは降らないとは思うんですけど、どうなんでしょうね。山あいの方行けばもう降ってるかもわからないですけど、雲行きはあまり良くないですね。まあ、ただ、直射日光を浴びるとすごく暑いので、できればちょっと曇ってくれるくらいの方が、ありがたいかなと思っています。もう少しで着きますね。いやー、だいぶね、やっぱりどうなんでしょう、これ琵琶湖のね、
西側よりも東側の方が車が交通量少ない気がしますね。なんかスムーズに走れてる気がします。わあすごい集団やな。わあすごい集団や。何台いてるんでしょうね。すごいな、すごいな。あんだけいてたらこうすごいですね。ただなんか立ち寄る場所もね、そんなみんなで立ち寄るのなかなかあれでしょうね。場所が限られるっていうかね。なんかちょっと離れて走ってた人たちも多分仲間なんでしょうね。すごい集団やな。はい、もうちょっとですね。もうまっすぐで左側かな。うん。いや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 。だいぶでも口数も少なく、なんかちょっとやっぱり疲れてますね。やっぱり昨日はよく寝れた方なんですけど疲れは溜まってるっていうね。いやキャンプ楽しいですけどやっぱり疲れは溜まりますね。こっちの方は来たことないな、全然。どこや？あ、これや。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 これだ。いきなり来たな。こんだけでかく道の駅って書いてくれてたらいいですよね。さあ、どこかな？情報センター的なところ。これはもうそこの、あれかな。多分そこの中にあるでしょう。ちょっとトイレも行きたいな。トイレも行っていこうか。よし、とりあえず到着です。はい、浅井三姉妹のなんとかの里かな。どこかな。あった、これですね。よし、じゃあ行きましょう。でかいな看板。アンプあるこの手のところ入り口とかになりそうですけどね。書いてますけど、スタンプラリーって書いてますけどね、ハンコもないですね。情報センター的なやつは頼むかな。この手のところにあった。あれ、ああ、あったよし、よし、OK。滋賀の道の駅マップ。一応もらっていきましょうかね。はい。じゃあ、じゃあ。じゃあ、とりあえず、まあ、野菜とか行きます。よし、じゃあちょっとトイレ行ってね、行こうと思います。どんどんね。はいはいはい。そしたら浅井三姉妹のサッとチェックイン。よいしょ。次がこの伊吹の里。
よいしょ。あ、違う。ね、いぶきの里に行きます。よいしょ。いぶきの里。前の大雨の時のなんか感じに比べたら全然スムーズですよね。よいしょ。いやいや本当に後ろ大丈夫かな。よいしょよいしょよいしょ。さあ行きますよ。さあどっちかな。え、どっち。ちょっとルートが分からなくなってる。あ、ちょうど信号が変わりましたね。ちょっと今やったのに。なんか変なボタン押してしまったんでしょうかね。まあ伊吹山がこっちだったんで左に出たんですけど合ってたみたいですね。よいしょ。さあ、ああ気持ちいい。やっぱり走ってる時が気持ちいいな。止まってたら足が。今のとこ信号横向きでしたけど次縦向きなんですね。これどういう基準で決まってるんですかね。これね、あれまたなんかおかしくなってるけど大丈夫。多分ねここだったと思うんですよ、さっきのルートでは。何、どうなってんの、大丈夫。もしかしたら暑さでバグったのかな。あー一歩道間違えたかな。もう一個向こうだったかな。あらあら、まあいいや。暑さでナビがバグったのかもしれないですね。あー気持ちいい。ちょっと本当に曇ってきましたね。これ雨が降らないか若干心配ですけど、夕立でも来られた日にはちょっとねナビとかも防水じゃないですからね。服もメッシュなんで思いっきり今日はレインウェアは持ってきてないのでもろ濡れるっていう。まあいいですけど、もう濡れた時は濡れた時で。データのカバンはね、ちゃんとこう雨の時にかぶせるやつがね、ありますから、まあそれでいけるんでしょうけど。ここを右ですね。よいしょ。え、ここでいいの？あ、違うよ。もう一個向こうか。間違えましたよ。ナビのあれだとね、ちょっとこの拡大表示ちょっと遅いですよね、表示されるのが。よいしょ。すごいなぁ。なんか畑山って感じですね。伊吹山がどっか行ってしまったな。この山に隠れてしまったのかな。まあ、とりあえず道なりに行けばいいみたいですね。は
はい、まあこれも伊吹山もそんなに遠くないのでね、まあパッと回って、もうなんかこうぐるぐる回ってるとお土産買うなんか元気もなくなってきますよね。止まった時が暑いんですよね、やっぱり。今もマスクもしてるんで余計に暑さがたまらないですよね。もう汗がドバッと出てくる感じですね。これ曲がるのかな？これ曲がるんだな、多分。合ってんの？曲がるんだな、感知式。これ丸のとこで止まらないとダメなんで、ああ、いけたいけた。よいしょ。あとはまっすぐか。風がなんかちょっと強くなってきましたね。ちょっと大丈夫かなっていう感じになってきてますけど、いやー、牧野高原、人があれは、まあまあこの時期にしたら多かった方なのかもわかんないですね。それなりに人はいてたんでね。でもまあまだ余裕がありそうな感じの、本当のシーズンで、梅雨も明けたシーズンでってなるともっと多いんですかね、あれ。高原のキャンプ場で林間サイトとかなんかそういうところもあって、林間サイトの方だとなんか小川みたいなのが流れててね、ちっちゃい子とかも遊べるような小川が流れてましたけど、今回はあの高原サイトのフリーサイトの方でね、キャンプをしたんですけど、まあどうなんですか、景色はね高原サイトの方がやっぱりいいですよね。だけどその分やっぱりあの斜めってるんでね、地面が、あのコット持って行ったんですけど、あれ僕のコットってなんていうかな、種類によってはそんなことならないやつもあるかもわからないんですけど、あのコットで寝ると斜面がこうつ傾斜がついてるんで、足がパタンって勝手に折れちゃうんですよね。まあこれは多分僕が重たいせいっていうのもあると思うんですけど、なんか朝も話したかなこれコットだけねちょっとなんかどうにかしたいですね。あれはもともと平らなとこで使うものっていうことと、あとは多分僕の体重が重すぎるっていうことが原因だと思うので、どうなんだろう。僕の知り合いね、あの現地でとりあえず、落ち合って、お互いにあのソロキャンプちょっとまたやりたいねみたいな話になってて、で今回窓なりで一応キャンプをやってたんですけど、ご飯食材の調達とかそういうのはもう全部、個々にやって、で現地で落ち合って、で一応隣ではキャンプしてますけど、基本的にもう各々ご飯も食べてみたいな感じのね、まあソロキャンプの予行演習みたいな感じでね、ちょっと今回はやってみました。僕はあのバイクでね、キャンプっていうのが初めてで、装備とかもね、どうちゃんと行ける装備になってるかどうかを確認したかったのでね、そのあたりもあの兼ねてね今回初めて来ました。僕の方はねだから問題があったのは、やっぱコットかな、コット。あとはね、そう、ペグ打つね、金槌忘れたんですよね。
金槌はだからあの地面ね、そんな金槌がいるような地面ではなかったんですけど、一箇所ちょっと金槌欲しかったんで、それはちょっとね、その知人に買いましたけど、ちょっと先行ってもらいましょうかね。僕ゆっくり行きたいんでね、後ろから来られると。はい、ということで米原市に入りましたね。だからまあ装備的にはね、ほぼまあまあ満足できるというか、快適にソロキャンプができるくらいの装備だったかなと。あとはね、やっぱりいらないものね、これをちょっと、もうちょっと省けるかなと思いました。今回かなりね、分厚い鉄板をね、買ったんですよ。10ミリくらいの。10ミリだったかな？多分そのくらいの分厚さのね、ここが、そんな大きくはないですけど、鉄板を買って、肉焼いたろうと思ってね、それで。だけど、やっぱり使い勝手的はね、スキレットも持って行ってたので、スキレットも持って行ってたのでね、それで十分だったかなと思いましたね。洗い物が増えるしね。だ、鉄板だけだとベーコンエッグとかちょっと作るときにやっぱりちょっと作りにくいのもあって、結局鉄板も使ってスキレットも使ってみたいな感じになっちゃったんで、まあ、どっちも持っている行ってるんでね、使う気で持って行ってるわけなんですけど、まあスキレットだけでいいかなと思いましたね。あ、着いたかな、これかな、あ、多分これだな。よいしょ、これは通り過ぎて入ればいいのかな。ん、どうなってんだこれ、右でいいかな。これ右折でいいんですかね。12時45分、まあ、昼時ですよね。だから多いのかな、特に。そこから入ればいいですよね、多分ね。そばが有名なんでしょうか。さてさて、これはなんだ、どこ止めりゃいいんだ。あれ、これ蕎麦屋の駐車場か、これは。蕎麦屋の駐車場ですね。こっちですね。こっちですね。これはどこに止めたらいいのかな。止めるところが微妙ですね。ちょっと止めるところがねえな。こっち止めようか。ここら辺しか止めるとこないですね。よいしょ、いた止めます。はい、じゃあ、お、すごいな、伊吹山。とりあえず、じゃあハンコもらいに行きましょう。ではでは。はい、じゃあまあ行きますかね。伊吹山、伊吹山、
よいしょ。もうちょっと前かな。あ、あった。いぶきの里。ここですね。はい。忘れ物はないですね。はい、行きましょう。よいしょ。さあさあさあ。とりあえず結構ね、今日は順調に回れてますけどね。情報センターどこでしょう。どこでしょうね。吹雪の里。巻きは440円、550円。さあさあ。情報センター2階。これはなんか2階という可能性も。あった。入ったところにありましたよ。はい。よいしょ。はい、OK です。だいぶ回りましたね、今日ね。よし、どんどん行きましょう。すごいですね。ロープウェイがあるんですね、多分ね。次は ここかな、竜王。ちょっとまた見ましょう。はい、そしたら伊吹の里 OK。チェックイン。ね。はい、そしたら次、近江母の里ですかね。まあ、これが県境なんで、こっちはもう関係ないんで、ここへ行きますね。近江母の里。バグってないかな？大丈夫かな、これ。目的地。多分暑さでね、もうバイクとね、止めてる間もずっとここに置きっぱなしなんでね。13キロ、まあすぐですね、これも。よし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 、じゃあ行きましょう。あれ、これ戻んのかな、もしかして。これは戻るのかな、もしかして。左ですね、戻るんですね。